フォークボールは野球における球種の一つで投手の投げたボールが打者の近くで落下する変化球である。人差し指と中指でボールを挟む握りで落ちる変化球を日本ではフォークと呼ぶ。アメリカではフォークボールはスプリッターと呼ばれる。この影響で日本でも浅い握りで速度の速いフォークをスプリットと呼び分ける場合がある。一般的には ツーシームの握りで人差し指と中指の間にボールを深く挟み、手首の関節を固定しリリースする。この指で挟む握り方がフォークに似ていることから名付けられた。親指はボールの下や人差し指の横へ添える。この投げ方によりボールのバックスピンが直球より減少し、マグノス効果が小さくなり、ボールは重力に引っ張られ放物線に近い軌道を描く。 直球に似せた投法で投げることが容易であり、手首や腕の振りが直球と同じかつ、その軌道から打者の近くで急激に落下するため打者には、直球との判別が難しく、変化も大きいことから空振りを奪うために使われる。一般的には、ボールの回転をできる限りなくすために、人差し指と中指は縫い目にかけずに握るが、意図的に縦回転、または、 横回転をかける場合もある。2021年3月23日、東京工業大学、九州大学、慶応義塾大学の共同研究チームは、スーパーコンピュータツバメ3.0を使用して、数値シミュレーションを行い、フォークボールの落ちる原理が、低速回転のツーシーム回転のボールに働く負のマグヌス効果にあることを、初めて解明したと発表した。 その特徴的な握り方と変化の大きさから、冒頭や保一を起こしやすく、日本球界を代表するフォークの使い手であった村田長次は、日本プロ野球歴代最多の通算148、冒頭を記録している。また、握力が不十分で、ボールが糸に反してすっぽ抜けると強打されやすい。また、岡島秀樹など抜けることを逆手にとって、 フォークの握りのチェンジアップを持ち玉としている投手もおり、チェンジアップのバリエーションの一つとして、フォークに近い握りで投げるスプリットチェンジという球種がある。サイドスローやアンダースローの投手がフォークボールを投げることは珍しく、落ちる変化球として、投法と相性の良いシンカースクリューボールや投法を問わないチェンジアップを選択する傾向にある。野茂英雄は、 オリックスバファローズの周期キャンプの臨時投資コーチに招かれた際にサイドスローによるフォークボールを披露し選手を驚かせている。フォークボールは1919 19年頃バレットジョー・ブッシュが開発し1950年代から1960年代にかけて活躍したロイフェイスが有名なものにした。日本プロ野球では1950年代に杉下茂が 初のフォークボーラーとして活躍し、その後、村山実や村田長次が、使い手として、有名になり普及。1980年代から1990年代では、遠藤和彦や牛島和彦、野田浩次、現役選手では、脳見厚し、千賀広史大が有名な使い手。アメリカでは、フォークボールと SFF は、スプリッターとまとめて扱われることが多く、 日本人メジャーリーガーのパイオニアとなった野茂秀ラのホークボールもスプリッターと呼ばれた。アジア圏以外では日本で普及したような握りの深いホークボールを投げる投手はキューバ出身のホセコントレラスやカナダ出身のライアンデンプスターら数少ない。松井秀樹は佐々木和弘のホークはボールそのものが消えるような錯覚を覚えたと語り、近藤博士は 佐々木のフォークは落ち方は大したことがないが急速があり、回転しているため打者に直球かフォークか判別されない、ボールだったと語っている。また、同じフォークと称される球種でも変化は多彩で、野茂は縦に落ちるものとシンカー気味に、利き手側に落ちる2種類のフォークを投げ分け、上原浩二は、落差の大小に加えてスライダー気味とシュート気味の、横変化をつけた4種類のフォークを投げるなど、 複数のフォークを意図的に投げ分ける投手もいる。岩田真二は、ほぼ無回転で左右に揺れながら落ちるナックルボールのような球をフォークの握りで投げる。また山崎福也も、ナックルフォークという、ほぼ無回転のナックルをフォークの握りで投げている。佐々木矢野もは、無回転だと打者に、球種の判別をされやすいので意図的に横回転をかけて判別され、憎いようにしていたという。 また、田中正宏も、スピードが緩くて、ボールの回転も少ないフォークは、打者に見極められて、バットが止まることも多いと、球種の判別のされやすさを、指摘している。手首を固定して投球することから、数ある変化球の中でも、肘、肩への負担が、特に大きいとされている。実際に、前述の村田、のも、 佐々木などをはじめとしたフォークの使い手は、肘や肩を故障した経験が少なからずある。負担の要因の一つとして、ボールを強く挟み込んだ状態からリリースの瞬間、指の間からボールを抜くように投げることで、関節部に直球と比べ強い制動作用が働くことが挙げられる。フォークボールと似た握りから投じられ、より速い球速で小さく落ちる変化球は、 スプリットフィンガードファストボールと呼ばれる。頭文字を取って SFF と省略されることが多く、日本ではスプリット、高速フォークとも呼ばれる。流体力学者の姫野龍太郎はリリースから保守のミットへ届くまでに約10回転するものをフォーク、約20回転するものを SFF と分類している。フォークボールの神様の異名を持つ杉下茂は、 フォークをナックルボール系の無回転の球種であるとし、無回転のものが真のフォークで近年の一般的な日本人投手が投げるフォークの多くは SFF であると語っている。フォークボールがボールの台円の縫い目のない部分を人差し指と中指のおののの横の部分で挟んで握るのに対し SFF はその両指の小速から横の部分を縫い目に当てて握ることが多い。 フォークより多く、直球よりは少ないバックスピンがかかり、フォークよりも直球に近い球速で打者の近くで落ちる変化となる。ダルビッシュ有は打者にとって SFF はフォークよりも見極めが難しい球種であると証言しており、変化の小さいものはバットの芯を外して内野ゴロを狙う時などに対応される。変化の大きいものは空振りを狙うこともでき。 マイクスコットなどは変化の大きい SFF で多くの空振りを奪った。人差し指と中指の間に深くボールを挟むには長い指が必要で、指の短い投手がフォークを習得しようとして深く、ボールを挟めず SFF を習得することもある。スプリッターのアリューの球種がホッシュボールである。由来は諸説あり、スプリッターの握りで投げるチェンジアップ、もしくは、 フォークとカーブを混ぜ合わせた球種と言われる。マイク・ボディッカーが最初にホッシュを武器に活躍した投手であり、他に代表的な使い手としてトム・ゴードンやジェフ・スー・パンダがいる。ありがとうございます。